ら潮中放送部です。今日もこの時間が来ちゃった。前回の放送は師匠がいてくれたからなんとかなったけど、今日は僕だけだもんな。大丈夫かな。あれ、兄さん、リツ放送室で何してるの。いや、これから放送部の活動をしなくちゃいけなくて。放送部の活動？兄さん放送部だったの？うん、実は先月から放送部に入ったんだ。おかしいな、うちの学校に放送部なんてあったかな。アニメの宣伝をしてほしいって頼まれたんだけど。ああ、アニメの宣伝か。じゃあ仕方ないね。でも本当に僕でいいのかな。それこそリツとかもっとしっかりした人の方が良かったんじゃないかって思うんだ。兄さん、僕面白いこととか言えないし。そんなことはないよ。兄さんは兄さんらしくやればいいだけだよ。でも自信持ってよ兄さん。兄さんならきっとできる。それに何か困ったことがあったら言ってね。生徒会があるから毎回は手伝えないけど力になるよ。リツ、ほら、そろそろ放送始めないと時間がなくなっちゃうよ。今日は隣にいてあげるからさ。わかった、頑張ってみるよ。よし、じゃあ始めようか。うん、それじゃあ行くよ。 FM